そうか、進路もしか。まあでもやっぱ応援曲って言ったら、まあ僕らで言うとやっぱ「ドリームエール」っていう楽曲があるんですけど、かなり優しく背中をパッと押すような楽曲なんで、ぜひそれを聴いていただけたら嬉しいですかね。なんか、まあ、ガツガツした感じっていうよりかはやっぱり、まあ、ゆったり聴ける曲でもあるんで、なんか勉強にも向いてるんじゃないかなとは思いますけど。あんまり変える予定もそんなないかな。で、まあしっくりきてるんで今の感じなんですけど。ああ、自分が書くとしたら、まあミステリー系とか好きっすけど、自分で書くってなったらすごい、まあ凝りながら難しくなりそうなんで、恋愛ものとか書いてみたら面白いのかなとか思ったり、あとはなんかファンタジー系とか結構好きなんで、まあアニメだったりとかが好きっていうのもあるんですけど、漫画とか。なんでそういうのを自分で構築して書いてみるのも面白そうですね。まあでも例えば壁だと思うから乗り越えなきゃいけないんですよね。だからまあ不安とかいろいろもちろんあると思うんですけど、まあ自分の中でもう感じきって、別にその不安になることはまあ人間だしいろいろあると思うんで、その不安だっていう思いだったりとか、こういうことが気になったりとかっていうのをなんか一回横に置いといて、ポジティブってやるから逆になんか消えてるわけじゃないじゃないですか。だからまあ自分の中でも感じきって、まあ自分のものではないんで、言ったらまあちょっと意味がすごく難しくなるんですけど、一回感じきって、ああこういうふうに思ってるんだ自分って、なんか一つ俯瞰で見れることで簡単になるんじゃないかなとは思いますけど、まあ壁とかも、これは壁、なんかぶち当たる感じとか悩みとか、まあいろいろできた時に、これは壁だって自分が認識した瞬間から壁になるんで、まあ大丈夫ですよ。 いやー、ありがたいですね。まあ気をつけてること、まあレコーディングとかも、まあレコーディングから制作が始まるわけですけど、まあゼロから入ることですかね。まあ今まで、まあ、この曲をやってきたから、まあ、こういう時はこうやってうまくいったからっていうなんか証拠を頼るんじゃなくて、もうその瞬間その瞬間に出るものって、まあ、結局は違うし、まあ、でも自分が歌うからこそ、まあ、自分の声だし、まあ、全く違ったものにはもちろんなかなかならないと思うんですけど、イメージ的には。でもやっぱりその時の表現っていうのは、まあゼロから入ることによって、まあ固定概念とかもない分、いろいろ変わってくると思いますし、出るものが全然違ってくると思うんで、まあそこでいろいろ新しいものが生まれるのかなっていう感覚ではありますけど。特にないですかね。ないけど、まあ、でも本当日によってで、コンディションとかももちろん違いますし、ライブとかだったら全然今日ちょっと体あれかもなっていう時は、なんかちょっとだけストレッチとかアップとかやる時もあるし、でも本当基本あんま全くやんなかったりとかもするんですけど、本当その時その時の自分と相談しながらっていう感じではありますけど、まあそんな感じかな。まあ、僕コンタクトユーザーなんですけど、まあ、絶対なんか消毒液とかコンタクトはちゃんと消毒して、まあ、たまにちょっと面倒くさくてそのまま寝ちゃって、その次の日もつけてるみたいな時もあるんですけど、まあ、歯磨いててあんま大してなんか変わったことやってないですけど、寝る時の体勢は俺、僕上向いて寝れないんですよね。上向いて寝れなくて横向いてるか、なんか枕にこうやって下向いて寝るか、結構こうやってなんか枕の下に腕挟んでとか結構
そういうの好きっすけど。で抱き枕があるんで、こうやって寝てます。横向いて基本は。家に帰った時とか、まあ、家でゆっくりしてる時ですかね。やっぱ一番落ち着くし、まあ、結構っていうかだいぶインドアなんで。冷静になるって言っても、まあ、それが難しかったりすると思うんですけど、自分の意識をもう改めて外に向け直しますね。まあ、自分に向くから緊張したりとかもすると思うんで、ライブとかでもなんかこういう風に見せたらいいかなとか、こういう風に見せたいとかいろいろ考えるから、それと自分に意識が向いてるじゃないですか、自意識というか、うん、そういうの全く必要ないんで、本当この人たちに歌を届けるとか、その外側に意識を向けることによって、うん、緊張とかなくなってくるかな。あ、旅行好きですよ。ちょうど最近母とも話してたんですけど、やっぱ昔家族で旅行行ったりとかっていうのも、あんたすごいめっちゃ旅行めっちゃ楽しかったって 昔から言うよなみたいな話をされて、うん、すごい結構好きですね。一番行きたい場所は、まあ、日本国内とかでも結構素敵なとこいっぱいあるじゃないですか。だからやっぱ和な感じのとことか、すごい落ち着くとことか行ってみたいなと思いますし、まあでもピンポイントだったら、そうだな、まあいろんな状況が落ち着いたら、それこそ海外とか行けるようになったら、まあ、フォトエッセイ初めて撮らせていただいた場所でもある LA とかもちゃんと旅行で行ってみたりとか、うん、したいかなとは思いますね。韓国とか。